はいどうも、ヘビフロッグと申します。哺乳類や鳥などの血液にはヘモグロビンが存在します。脊椎動物にはこのヘモグロビンが存在するので血液の色が赤色です。ただ実はこの赤い血液、脊椎動物以外にも存在します。その生物はミミズやゴカイなどの関係動物です。というわけで今回は人間と同じヘモグロビンを持つミミズやゴカイの仲間を用意しました。それがこちらです。ユムシです。ユムシといえば長細くピンク色でくねくねと動く不思議な生き物ですよね。ペットの餌用として購入したもので冷凍庫で保存していました。もうすでに星になっています。実はこのユムシ、体に人間の血液のような赤い体液を持っています。というわけで今回はこのユムシの体内にある血液にこちらのルミノール溶液を混ぜて反応するのかしないのか検証します。こちらは血液に混ぜると発光する液体です。刑事ドラマで血液を光らせているシーンがありますよね。こちらは化学操作で実際に使われている血液を光らせる液体です。こちらをこのユムシの血液と混ぜて本当に光るのか、これを検証します。気になりますね。それでは早速やっていきましょう。それでは早速やっていきます。まずはこちらのユムシにこのランセットで穴を開けて血液を出します。ほら、お、出た出た。そしてここに先ほどのルミノール溶液を落とします。ほら、そして部屋を暗くします。おお、ルミノール反応しました。すごいですね。とても綺麗に光っています。ほら、おお、ユムシの中に注入するとものすごい光が出てきました。美しいですね。やはりユムシの血液は脊椎動物の血液と同じように綺麗に光ります。ものすごい光に包まれましたね。ミミズやゴカイなどもヘモグロビンを持っていると考えられています。そして面白いのが、釣り餌によく使われるゴカイの血液は人のヘモグロビンと成分がほぼ同じで、輸血用血液の代用品にすることができると考えられています。人間の血液の代わりにできるかもしれないというわけです。もしこれができるようになると、とんでもない万能血液が誕生するそうです。頑張って作ってね。というわけで今回はユムシの血液でルミノール反応を観察する動画でした。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。